いやー、皆さん、ついに僕の夢が叶う時が来ました。オストリッチシミュレーター、ダチョウシミュレーターっていうゲームをやっていこうと思います。お前何個夢あるんだよって感じですが、動物になることが夢でしたから仕方ないということでやっていこうと思います。これ普通の、まあ、ゴートシミュレーター、ヤギシミュレーターなんですが、ここをねいじることによってダチョウにまで慣れてしまうという素晴らしいゲームとなっておりますので、早速ダチョウになってみます。おどうも僕です。ね、相変わらず舌はペロンって出てますが、どうもダチョウです。はい。ちょっとキックしてみよう。おい、おい、おい。いいなぁ。ダチョウが一番なんかしっくりくるなぁ。うん。てか、でかくないか、このダチョウ。こんなもんなのか。人とこれくらいあるぞ。こんなもんか。おぉ、キック力強い。びっくりした。ダチョウってこんなにキック力強いの？まあ、なんか、時速何キロだっけな？だいぶ速い速度出るんですよね、ダチョウって。めっちゃ飛べる！やばいやばい。めっちゃ飛べるんだけど。この脚力で、俺はこいつらを、俺はこいつら人間を。めっちゃ飛べるんだけど、やばい、ジャンプ力半端じゃない。さすがの脚力。すごい、これはすごい。ね、まあね、動物になったらね、やってみたいこと。っていうのは、やっぱり何個か僕にはあって、どの動物になってもね、一回はこの滑り台を滑っときたかったんですよ。なので、ここを滑ります。せーの、はい。よし、来た！最高！イェーイ！おお、結構飛んだ。いいね。でも地味だね、なんか。掴んでみよう、一回。掴めるのか？おお、掴めた、掴めた。よし。じゃあこいつ持ってきまーす。今日のご飯。さあちょっとね、これあの前ヤギで戦ったじゃないですか。今回はちょっとダチョウで戦いたいと思います。ダチョウで戦っても多分、なんかムキムキのダチョウになるのかな？首今すごくなったけど大丈夫か？オッケー！ラウンド2。さあ来い！お前たちなんか俺の脚力にはかかれば。よし。首グリャングリャになってるけど大丈夫かな？よし。ちょっと。大丈夫？ちょっと。寝ないで寝ないで。よし。よし。一回立って、おお、強いな、こいつ。俺の脚力では無理なのか？この、いいえ。なんか空中で止まったんだけど。ちょ、待って待って。お、だんだん押せてる。よし。ちょっとずつだが押せてるぞ。このまま、だはは。上がりすぎ。上がりすぎ、空中に。オッケー！来た！首！あれ？え、なに、なにこれ？え、え、どうなってるのこれ？嘘でしょ？え、なにこれ、なにこれ、なにこれ？あれ？ちょ、待って待って待って。待って、なにこれ？この動物、なにこれ？一応、ダチョウのあの首の長さを残しつつ、後ろ、左足。のみ、この、ダチョウの足の長さを伸ばしつつ、残しつつ、若干浮いてる。ちょっと首がすっごい伸びてるんだけど。待って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 、最悪だこれ。やばい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 。首伸びる首伸びる。ルフィかよ、マジで。ちょっと待って、これは新種すぎると。まあ、いやもう首気にせず行こう。うん、どこまでも伸びるっぽいしね、この首。余裕だ余裕だ。あ、帰ってきた首。な首木に引っかかってるんだけど大丈夫かこれ。おいおい、待て。俺の首伸びるんだって待て。ちょっと。これひどいな、これ浮いてるし。なんかとんでもないことになる。これバグなのかな、それともこれで正常なのかな。これで正常だったらちょっと作者さん。うお、やばいやばい。痛い、ちょっと待って。引かないでくれる俺を。今大変なんだから首が重くて。これ多分首が重いんだろうな。だからこう、頭だけ重くて、こう、なんていうの、首だけ伸びるみたいな。なるほどね。なので皆さんね、嘘でしょ？なにこれ、なにこれ、なにこれ。これ完全にバグったな。もう原型とどめられてね。裏世界みたいなとこ行ってる。頼むよ、マジで。あー、これ完全に何動かしても無理だ。車引かれたし、地面に潜ってでも引かれるっていうこの悲しさ。
やばいやばいやばい、地面の中見える、なんか緑やったぞ。なんなんだこれは、完全にバグりました。はい、前回キリンになったじゃないですか。でもね、そのキリンになった時にここで戦わなかったんですよ。なので戦うとどうなるかをちょっとやっていこうと思います。ちょっとさっきのダチョウ変な子になっちゃったからな。にしてもキリン強いな。ほぼ一撃でこいつらを外に出していける。あ、奥が強い。はいはい、待って待って、あーちょっと待って、この白いやつ強いな、なかなか。はい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 、よし、だんだんラスト、オッケー。めっちゃ吹っ飛んでいった。どこ行くんだ、あ、来た、こいつ、こいつを倒せば俺も、おお、え、ちょっと待って待って待って、もうこの世の生物と思えない。まずい、これは何なんだこれは。ムキムキっていうか、なんかガリガリっていう感じなんですか。強いのかな、あれあれ、当たんないんだけど、なんか当たり判定がない。なってなんでなんで、あれ当たり判定ないぞ、あれ蹴れない、あ、弱いな。しかも相変わらず首がこう残るっていう。イエーイ、キリンになってやったぜ。気持ち悪すぎるがキリンになったぜ。おい、どうだい、こんな奴が動物園にいたらビビるだろ、ワイルドだろ、ワイルド、なんか噛んだし、若干噛んだし、古いし。何、今キリンの鳴き声なの、今のが。俺にはキリンに聞こえないぞ、今の鳴き声。ガリガリだな、っていうか。首相変わらず伸びてるし。あ、なんか、取った。R おせみに書いてあったけど。何もなんないよ。何、どういうことだ ?R おせみ何もなんないんだけど。これ飛べるのか、うお、え、ちょ、待って。なんか飛距離やばいんだけど。何これ。首相変わらずなんか、怖っ。これ飛距離やばいぞ、なんか。ガリガリになったからめっちゃ吹っ飛ぶってことか？これやばい。ちょっと。もうなんか変なとこに来たぞ。もう、ちょっと。なんだよ、これ。枯れ木じゃないか、ただの。もう、どういうことですか？はい。では次はですね、キリンの状態で、この人をですね、この上のところに持って行って、5人集めるとですね、どうなるかっていうのをやっていこうと思います。まあね、前回のヤギでやった時は、なんかすっごいやつになって、ちょっと、あいつ引っかかってるんだけど大丈夫か？奥くん。すごいことになったんで、キリンでもなるのかを実験していこうと思います。さあ、集めるぞ。はい。あれ？外したな、完全に。おお、来た！来た！さあどうなる、さあどうなる、おお、かっこいい。待ってこいつでもなるんだ、キリンでも。かっけえ、やべえ、ちょっと待って、見たい、顔を見たいぞ俺は。めっちゃかっこいい。おお、やーばい、これめっちゃ黒い、めっちゃ中二病、そしてなんか角が赤いんだけど、かっこいいなこいつ。やべえ、さあ俺の力を見せてやろう。まず、スピードが速い。ちょ、待って。スピードが速い。さあ、飼い主。さよなら。あれ？あれ？キック微妙だな。いや、キック微妙だぞ。じゃあ、秘密の力出しちゃうときは来たか、ついに。R ボタンを押したいと思います。はい。来たー。さあ、みんな吸いついてこい、俺に。俺に吸いついてこい。おーいや、ひどい、やっぱこれなるんだ、これでも。よし、玉転がしするか。さあ、行け。うわ、めっちゃ吹っ飛んだ。そんな吹っ飛ぶ？予想外。うわ、めっちゃ飛んでいったぞ。よし。さて、待って、早くね、あの、石。てか岩。なんでそんなに飛ぶの？ダチョウどんだけ強いの？この岩でですね、この
車が壊せるとか壊せないとか噂聞いたんですが、壊せるかな。おお、ほんとだ。しかも実績のロック解除した。すげえ、この岩。そういうことだったんか。長年止めたかった子ね、こいつをね、止めることに成功しました、やっと。にしてもこの岩なんか軽いな。なんでこんなに軽いんだろう。ちょっと待って。どういう状況だよ、これ。どんなゲームだよ、ほんとに。あ、やばい、顔待った。よし。ちょっと待って、ダチョウここ行けないんだけど。この先行けないんだけど、引っかかって。もうなんだよ、これ。マジか。ここで何しろって言うんだ、逆に。なんでこれさ、行けるように作ってないの？ちょっと待って待って。あ、行けるかも。え？嘘でしょ？はい、ということで、今回はですね、ダチョウになってみました。まだですね、面白いものになれると聞いたので、やってみようと思います。はい。ですが、次回はね、ん？ってなると思います。はい。ん？って。はい、ということで、今回はこれで終わりにして、また次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。